特報、今ターゲットはこれだ。シューティングファン待望のグラディウス、ついに PC エンジンに登場。コナミ参入第1弾グラディウス、2人同時プレイで興奮倍増。縦横スクロールの本格 SF シューティング、サラマンダ。君を熱くするのはフォアグラ2、そしてデュオ。あのコナミがですね、突然 PC エンジン参入してきましてですね、この番組にもすごく問い合わせが相次いでいるので、今回この枠を使いまして、緊急レポートでいきたいと思います。 VTR どうぞ。はい、ゲームセンターでナンバーワンの人気と実力、あのコナミがついに PC エンジンに参入してきました。はい、シューティングゲームヒストリーの最高峰グラディウスの PC エンジン版の映像と一緒にです、コナミの名作ラインナップを見ていただいているわけですけれども、私は10年前の1981年ね、史上初の横スクロールシューティングスクランブルが非常に印象深いんですけれども、以来並ぶもののないクオリティでゲーム業界を驚かし続けているメーカーですね。すごい感じだね。そう、見ていただいているとね、あの名前くらい聞いたことにもある名作が揃ってると思うんですけれども、これが続々とこれから PC エンジンに登場することになると思うと夜も眠れません。はい、今日はね、番組の後半でですね、サラマンダーの映像も紹介させていただきますけれどもね、その後にはパロデュースだの発売も決まってるそうですね。楽しみですね。楽しみですね。今日の新作情報はサラマンダ。はい、番組冒頭で、言いましたコナミの名作の一つですね。ゲームの世界観の中でね、このゲームやっぱ登場した時に、シューティングゲームの中でこのスプラッター感覚っていうか、ぐちゃぐちゃドロドロの整理感覚を、表現したものとして、すごくね、世論家の間で、評価された歴史に残る一本ですね。これでもブツブツ食べないとダメだよね。そうそうそう。今ね、2人プレイでやってるんですけれどもね、協力しながらアイテムを取り合いながら進んでいただけるといいと思いますが、縦横交互に全7ステージありまして、あとこのグラフィックの炎なんか ねすごくよく再現されてるんですね。はい、あとね、ボスキャラクターもね、このぐちゃぐちゃドロドロ感覚よく移植できたと思いますね。すごい。僕は前々からコナミのゲームはすごく PC エンジンに向いてるんじゃないかって言ってた一人なんで、とても嬉しいんですね。このゲームやりたくて PC エンジンを買う人も多いと思いますよ。